次の筆箱参りましょう。続いてこちら、ユナイテッドビーズのボート型ペンケースの岡山デニムになります。はい、一回ね筆箱紹介した時にちょっと紹介したんですが、もうなんといってもね、このいいところはこの生地のモフモフ感、こちらさすが岡山デニムですね。中もこのモフモフ感、もうねシャーペンに対するねこの生地の優しさ、これは素晴らしいと思いますね。でこちら1000円でなかなかのいい価格かなと思います。ちょっとズームしてみて、はい、ここのねこのチャック、これもなかなかおしゃれですよね。はい、ちょっとここが黒くブンってなってるんですが、このねなんかおしゃれ感もいいですよね。でここにはねちょっとストラップがね付けれるようにこんなんがついています。でロゴはこんな感じです。こちら元デイのおすすめ度5でございます。出ました5。はい、今日初の5なんですが、もうこちらはねもう言うことなしですね。ぜひね気になった方は買ってほしいと思います。気に入ると思います。それでは次の筆箱参りましょう。続いてこちらノーマディックのカーボニウムペンケースというものでございます。あれ、ノーマディックのカーボニウムペンケース前の筆箱紹介でも紹介してなかったって思った方、そうなんです、ノーマディックのねカーボニウムペンケースはねいろんな種類があって、でも全部カーボニウムという素材でできています。で前はこちらを紹介したんですが、今回はこちらです。僕が文房具にハマってから一番最初に買った筆箱なんですね。これはまずですね、もうこちらのいいところ、収納が多すぎるということですね。多すぎるって言ってるぐらいなんでね、まず数えますよ。1、2、でこれ3、4、5、6、7、8、9なんですよね。これね、文房具いっぱい入れたいっていう人にはもうこれしかないやろっていうぐらいの筆箱ですね。これはもうこの筆箱はねもう自分の好きなものをほんまに好きなように入れれます。いろんなカスタマイズができます。こちらもね、値段も1000円ということでなかなかのいいかなと思います。まあその大容量かつもう収納が多い筆箱が欲しいって思ってる方はもうこちらをおすすめいたします。まあこちら茶色もあるのでね、ぜひ見てみてください。こちら元デイのおすすめ度4でございます。まあもうさっき紹介した通りでございます。それでは次の、次最後ですね、最後の筆箱参りましょう。はい、出ました、もう皆さん大好きユナイテッドビーズのバトンペンケースでございます。どうです、このかっこよさ最高ですよね。僕はもうこのボディ、おー、来た、このね感じもう大好きなんですよね。そして開けるとこんな感じ、あんまりねなんか生地はそんなによくはないって感じなんですが、外はねこれ革でできててねなかなかいいです。でまずこちらのいいところ、かっこいいんですよね。はい、まあこちら黒色なんですが、どうです、なんかこう艶が出てきてね非常にかっこいい感じがしますよね。であともう一つ、ここね学校の机にはだいたい給食セットかけるようななんかフックみたいなのが絶対横についてると思うんですが、そこにフッとかけといてこういう状態にフッ吊るしとくんですよね。そしたら机の幅を取らないのでね邪魔にならないかなと思います。そういうところもいいかなと思います。こちら値段がね3000円するんですよね。まあなかなかちょっと高級というか、はい、そんな感じがしますね。はい、でもバトンペンケースちょっと買いたいなっていう人は、その革じゃない方もあるんですかね。ぜひ革に挑戦してほしいなと思います。が、しかし、ちょっと悪いところがね、これね、革の匂いが強すぎるんですよね。先ほどこちら紹介しましたが、革の匂い度って言ったらこうなってるんですよ。もうこちらの方が断然強いんですよね。まあ僕からしたらね。こちら元デイのおすすめ度4でございます。もうね非常に素晴らしい筆箱と思うんですが、ちょっと革の匂いがねすごいんでね、今回のおすすめ度5はね一つこちらだけ、岡山デニムのねペンケースでございました。ぜひねまあ別にこれに限らず、ぜひね今回の中で気になったものがあればぜひチェックしてみてください。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。